宮内庁は先ほど、秋篠宮ご夫妻の長女、真子まが小室圭さんと今月26日に結婚され、その日に2人で記者会見すると発表しました。お2人が婚約内定会見をしたのは4年以上前ですが、小室圭さん側のトラブルで結婚行事などが延期されていました。 眞子さまの希望により、功績離脱に伴う一時金は支給されず、結納にあたる儀式などは行いません。また、宮内庁は眞子さまが結婚をめぐる誹謗中傷などで複雑性 ptsd 心的外傷後、ストレス障害の状態にあることを明らかにしました。ただ、公務に支障をきたすような症状は見受けられず。 宮内庁ではご結婚について周囲の方々からの温かい見守りがあればご健康の回復,が回復が速やかに進むとしています。